4本ぐらい取れます。4本目かこれ。13番、先手観音。先手観音って1000本もついてないけどね、手がね、2本だけみたいだけど、またここで降りるんだね。一山越えま、ここで越えるんだね、一山ね。山がたくさんあるんだね、これね。一つの山だけじゃないんだよ。二つぐらい山があって、山を上がったり降りたりするんだね。だいぶ降りるよ、また。先ほどはこの下の道行ってたんだね。この下にあるんだ、道が。だから先にあっちを回ると下に行くんだろうね。この道だ。その道だ。で、あっち行ってぐるっと待ってこから降りてきたということですね。で、展望台300m。300m 参ります。あ、いいね、いい景色だね、これ。素晴らしいね、これ。おっし。展望台に300m参ります。いや、この山を登ったり降りたりすると足腰鍛えられますね、これは。だいぶ境目だと歩いたのとだいぶ違います。だいぶ体力いるよ、これ。第16番札所っていうの、これ。第16番札所。これはね、これ線香入れだけど、かわいいね。こんなところで線香焚いたら、あれだよね。だけどもう、コインもお供えしてるけど、10円とか。この山の中で線香焚いたらいけませんよ。山火事になるからね。乾燥してるからね。線香はいけませんね。線香立てだね、あれね。ちっちゃい可愛いやつ。
いや。面白いなこれね。ちょっとカメラで撮っとこうかね。面白いコブだね。はい。コブの木、なんかこの辺になんかカズラがなかったか、この辺になんかカズラ処分してあるか、もうこの辺にね、カズラがずっともう何年もあってあったけどね。なんかこちらにも行く道があるんだよね。なんかこちらも道があるよね、これ。どういう道これ。これ行ったことがないわ。これいつもこっちまっすぐ行くからね、これ。こっちに。ちょっとこっち行ってみようか。ここ行ったことがないから。こっち行ったことがないよね。まあ同じとこに行くんでしょうけどね、これね。同じ場所に行ってると思うんだけど、ちょっと行ってみるか。初めて通る道ですよ、これも。これ危なそうだね。あ、こっちか。こっちね。いや、こんなとこ出る。はい、ここに行くんか。分かった。なるほど、分かりました。よし、バック、いつもの道までバックしましょう。危ない。よいしょ。一応ね、いつもの道を通らなくちゃね。まあこれは結構風があるね。山の上だからね、もう山の上は風があるんですよね。これね、ここの景色もね、結構いいんですよね。はい。はい、11番17番。あ、ちょっと違うね、こんなちょっと違う、これなかなかいい味わいがある。危ない、足滑る、足が。今にも倒れそうな感じだね、これ。この木があるんだ。すごいね。よし。今にも倒れそうな木の幹を取って参ります。まるで大蛇のように伸びている。うわ、いい木だね、これ。枝ぶりがこの曲がりぐらいは何とも言えない。へえ曲がり具合が素晴らしいね。興味津々だよ。はい、18番、ひじり観音。なかなか。これが19番か、これが。これが19番か。ないですね。何もございません。はい、展望台が参りました。
いや、手が冷たいな、これ。展望台、まあ、ちょっと明るくなったかね。ちょっと明るいね。はい、20番来ました。よいしょ。10番まりやってまいりました。いやー、ここはね、雪が降ってる時に来たことがあるな。雪積もってる時に来たことがありますね。まあ、ブログにあるんで、ブログからご覧ください。いや今日はもう本当曇りだか晴れだかわからないような天気だね。今日は曇りなんだろうか、降るんだろうか、晴れなんだろうか、わからないような天気だね。向こうの方がなんか高麗山も綺麗に見えてるしね。ああ、米子の町が綺麗に見えてるわ。米子の町が素晴らしい。あ、高麗山綺麗だわ。大山がね、ちょっとダメですね。雲をかってますね、大山が。高麗山はなんとか見えてますが。はい、展望台にやってきました。この下がちょうどね、道の駅アラエッサですね。この下が下の方に V の文字が入った豊島製作所がございます。大山がね、今日は残念ながら今日は見えませんね。なんか面白い光景だね。だけどね、なんかシルエットみたいになってる。こんな大山もありかな。で、向こうが島根半島ね。島根半島、三保関とか、はい、三保関とかね。ちょっともうちょっとズーム行きましょうか。境港市、あ、違うか、境港はいかんのか。こっちから見れる。この辺から見れば。あ、ダメだね。そこに山があって、山というか、上に上がらないと、この上にね、上がってね、撮る人がいるんだろうね。上に上がらないこと、この上に上がって写真撮る人がいるんだよね。私はそんなことしません。私はそんなことはいたしません。写真撮りたいがためにね、行く人はいるんですよ。